お疲れ様です。今日はですね、こちらジャイディがやっていきます。さあ現環境ですね、ジャイアントがめちゃんこ強いです。はい。で、まあ、いろんなジャイがね流行ってて、まあ、ジャイダクネがね主に流行ってたんですけど、まあなんかダクネ対策のなんだろうポイズンがね結構増えちゃいましたと、まあ、いうのもあって、ダクネがミニペになったやつが今超強いらしいのでやっていきます。ちなみに世界一サムエルね、はい、ホグが超うまいプレイヤーも今ジャイで、はい、世界一行ってますので、まあ、環境がジャイですね。はい。まあ、あとはゴブリンドリルも多いかな。高回転はでもゴブリンドリルぐらいしかいない気がします。まあダガーガールがね流行ってることによって結構今はジャイだったりゴルだったり、まあ、ラバとかタンク系が流行ってるイメージっていうか流行ってます。はい。物量のゴリ押し、まあ高体力のねユニットゴリ押しが結構強いね、ジャイゴレ環境ですね。さあってことでジャイっぽいな、ダクプリの始まりジャイ来るかもね。これさあ来ます。もうねジャイが多い。フェニックスこれやばすぎる。それ来んの、これでさ始まりジャイがあったら超いいのにないこれで始まりジャイがない、これやばいな。今噛み合ってたら超強かった。今ザップでも打って一発殴ってこい。よし、まあいいでしょう。さあもうみんなジャイです。はい。でダックプリ型ね、これ一応始まりボンバー可能性はあるが、さあ来ませんでしたよと。でスケラの可能性もあれば、スケラじゃない普通のジャイの可能性もある。何がおもろいねこいつ、しばっかこういうやつは一旦しばいて別れさないといけない。まあやらめ打っとくか、盾も剥がせるしな。でこれはボンで削りたいよね。いやしかもボンが残る。うー残って、いやフェニックス強いぞこれ。いやそんなか、ここでディガーとかねいけたら結構削れたんで、ディガーのタイミングがちょっと早かったかもね。さあダガーがねチャージ切れた時のディガー追加が強い。まあリトプリ、まあジャイでよかったか、まあいいや。ミニペッカがねこのジャイメタ、環境メタ。さあすぐ守りの構えするんで、まあヤナメで耐えますか。え、でも結構入ってる。あーめっちゃいいボンバーだなそれ。まあゆっくりいくか、ジャイスケラね。ボンバー進化ザップ攻めで使いたい、攻めで使いたいが守りで使っちゃう。え、進化ザップやばい、これ強すぎる。え普通に考えてやばいか、アホ強い。これ止まんないでしょ。はい、ガーディアンこんにちはガーディアンクリアン。はい。さあもう絶対止まんないジャイ、なぜならダガー寝てるんで。やばくないこれ、フル満タンのジャイがいることないもんな普通。さあ、あいやもうねジャイに強いジャイなんですよねこれ。ミニペがね、ミニペプラスのディガーね。いやどう考えてもね、ダガーが後半働かないんで、ジャイ環境すぎる。ケツジャイしとけばいいの。ケツジャイして、後ろから組んで、ボンバーで射抜くだけ。あー、こういうの嫌だね。うっ。さあ、ドリルね。まあ、これも、ジャイフェニックス組んで、遅れてダガーが切れた頃にディガー追加、暇なんでザップでワンチャン一発入らないか。まあケツリトプリでもいい。うん、もう後ろから適当に垂れ流すだけで強そう。さあポイズン使ってくれる。ボンバーはまだ冴えてないんで来ないか。ファイスピ、まあやな、うう落ち食い、あちゃ食いレアね。この組むだけ
先行しないで。いやマジでさ、この追加が止まんないさ、止まんない。え、うわー、いい大砲来ちゃった。いやー、まあ大砲、てかディガーでもこれやばくないさ、ダガーが切れた時のこれディガーが強すぎる。やなめがある。ザップもあります。うい、便利すぎ。え、これジャイでさ、マジダガーの攻撃奪ってディガー飛ばすだけか明らかに強いぞ。まあ怖いのは端前アチャクイが来るか。ミニペで2秒で殴り行こうか。おお、偉いね。いやマジジャイフェニックス組んで遅れてディガー飛ばすだけのバトル。ああ、え、それやばい。うっ、いやー、ここで焦らずもう一回ケツから行っちゃう、この余裕がね実は大事みたいな。よし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 、いっちゃうよー、いっぱいいっぱいいっちゃうよー。え、ミニペがそんなことあるミニペがこんな走っていけることある？え、本当にさ、ジャイも卵も何も解けない。これやばくない？なんかズルしてるみたいな強さしてるけど、本当に恐ろしいぐらいジャイでさえ、まあゴレも同じような感じだな。今増えてるけど、本当に後ろから出して後半はもうユニットぶっ破すると、相手がねユニットだけだともう追いつかない。さすがに強すぎるな。ジャイが強すぎるのか、ダガーが、まあダガーだからだね。ダガーに強すぎる。まあだからといって他のタワーをいじるとかはね、まあなさそう。てかまあ普通にジャイ下方すればいいか普通に考えて。やば、めっちゃ来るね。いやー、まあいらねえガーディアンではあるが、まあこれはね次進化ボンバーのサイクルなんで、え、これはお願い、トレネだけなければ結構嬉しい。拾われるが、え、結構入るぞこれいやこれマジで結構入る。しかもテスラもいた。これ許容からの端前ジャイミニペ。おお、この許容やばいか。いや、行くと決めたら行くしかないいやマジ神教員になる。おつい来たボンバー射抜く。いや折れるんじゃね。やば、さドリルを無視したのが正解ではある。だが寝てるもんね寝てるところを畳みかけるだけ。さあゴブリン一発は許容して。強すぎないかジャイジャイアントが強すぎんのか、ダガーが弱すぎんのか、どっちだこれ。ダガーが弱いは間違ってるか。さあ暇ザップで進化回して、諦めたかなこれ。諦めはしない、偉いね。トルネガだってないもんね、この相手。トルネガないとどうやってひっくり返すんだこれ。さあでダガーが切れます。諦め？うう、進化。それ強い。でも、そんなの関係ねえ。私は射抜いちゃう。いや、この射抜きやばい。しかも、この遅れて、ああ、もうダガーが寝てる。ダガーが寝てる時の鳥。いや、明らかにね、すげえな、これ。ミニペがちょっといいな。まあ、流行りの
ゴブリンドリルは、まあ、ボンバーヤナームで対策しつつ、環境最強のジャイを使いながら、環境流行ってるその最強のジャイをメタルミニペ。環境トップを使いながら、環境トップをメタった。これに勝つの何なんだろうな。ウリポンとか置かれても、まあ、ジャイミニペとかジャイフェニックスで組んで、ディガー飛ばしてリポンも破壊できるし、なんだろうね、 C って言うならが分かんない、強すぎる。あー、不意打ちのそういうの良くないね。うっ、そういうのずるいよね。まあここは一旦おとなしくいくか。ウォールブレイカーね、まあ進化ウォールブレイカーを俺がちゃんと守れれば。え、めっちゃ高回転。スケアイスピドリルウォールブレイカー。相手それはなんか早くない？相手早くない？マジこれで終わるぞこのゲーム。このゲームこれだけで終わっちまう。いやでもテスラ強え。うっ、おっ、やばい、早すぎた。俺も同じ、俺もさっきの相手と、うわー、やっちった。あー、もったいねー。いや、こうなるんだな、ほんとに。犬期待病が発生しちゃったが、これ次進化オールブレイカー来るな。やばいね、進化オールブレイカーだけどうにか守ろう。で、一旦ここは攻めたいのを我慢して守った方がいいな。ゴブリンドリルが来たらウォールブレイカーまで来るかもしんない。え、すご。まあ、行くか。フェニックスもったいないってなっちゃった。もったいないおじさんです。なんか強そう。え、逆にこの、いやー、やなめ残しとくか。え、てかウォールブレイカーさ、進化せんのこいつ。そんなことある？こいつとか言っちゃって。ウォールブレイカー進化しない？そんなパターンもあんのか。いや、絶対欠材した方がいいんすよね。いやー、つえー。いやー、マジ冷静にね、一回待つ。いやそうね、いやー、よくないね流れがね。オールブレイカーが進化しないことだけは分かった。さあゆっくりいくか。やっぱね、ケツジャイです。ケツからの、よし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 。いや、めっちゃテスラ立ってるやん。デリバリーもあるもんな。いや、進化テスラ、まだ早っ。気持ち程度の居抜き重要な気がする。いや、なんだテスラの量が、テスラの量がやばい。テスラが、なんてこった。手前来い。いや、これね、こっからで勝つんですよ。いや、進化テスラが強すぎんだな。デリバリーよくねー。進化テスラ
ニョキ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 強すぎだろ。進化テスラ強すぎるってか、まあ、逆に言うと進化テスラがないと止まんないかもね。うん、ダガーが切れてたくさんユニット来るのを守れるプランが、まじほんと進化テスラとね、デリバリーぐらい防衛力が高くないと強すぎはするな。え、待つそんなことある、回します。めっちゃ待つやん。これか、まあリトプリぐらいなら雑に行こう。ボーリー、ボーリー嫌だな。まあ合わすか、さすがにバルーンは薄いっしょ。ボーラーで、おお、テスラボーラーテスラなんかそんなデッキあるっけ。エレジアいないやん、やば。いや、いい、よく殴った。いやー、エレジアいいね、びっくりエレジア。いやー、今攻めてーが、まあ血邪いします。進化ザップあるんで、ジャイフェニでボンバーつけてディガー飛ばしゃ勝てるんじゃね。そんな簡単じゃねえか。まあライトニングかな、さすがに。ディガーが強いぞこれ。暇なんでザップっとくか。あー、そりゃそうだ、トルネードがあるわ。バレないで、ボンバ早く。え、熱い熱い熱すぎる。いや、いい、ユニット追加が。いや、斜め暇なんで打って、違う、ダガーが切れてる。いや、ボール強え。まあ、ミニペがね、ジャイ対策のミニペがたまたまエレジャイにも刺さっていい。え、フェニックス裏切り。いやー、これはね、言ってもいい、フェニまでつけちゃう。え、ガーディオン、いや、いい、テスラを壊してくれたら、いや、このフェニを延命で、ナイトが内側に行くんで、ボーラー。さあ、警戒してるの分かってる。いや、お、おい、やばい、これ、アホ入る。強すぎる。まあ、負け筋は、進化ボンバー。いや、強え。さすがにね。いや、もうジャイフェニックス組むだけだ。組んで、あなたたちが疲れたところを、削りに行く。さあ、ザップ。なんならジャイが入りそう。一発？うわい！体力高すぎ。エレジャイ？エレジャイはちょっとまあ、あんまいないか。本気で強い。ジャイアント。この辺も、おーい、ジャイアント。時代がね。まあ、ミニペあるんでね。ミニペの分だけちょっと有利みたいな。しかもミニペってなんか、ライトニング打たれても、ミリ残るからいいんだよな。リトプリ？高めリトプリ強えな、それ。いやー、でもうちの、いや、働きすぎ、働きすぎ、働きすぎ。
働きすぎじゃない？さすがに来ない。おお。いや、こういうのも、ディガー飛ばしたとて、まず2発しか殴んないんだよな。余裕で無視もされちゃうんで。ダガーのエネルギーあるときは、もう防衛でいい。ナイト。プチナイト。え、相手ボンバーいたっけ？いなかったな。はい。シンプルジャイプリね。いやー、美味しいな。まあ、プリンスもリトプリもあるけども、けどもじゃない？ボンバーがあるからね。強気に行っちゃう。やらむっちゃうか。え？結構ありそう。今度暇ザップして。暇ザップで、竹たまたまなんか変われ。え？勝ったん？今、リトプリの真上にさ、なんかいなかった？なんかいたよな。なんかいたが、それが勝っちゃうリトプリも強すぎる。え？勝ちました。ジャイ対決。まあ、相手の攻め方がまあ、ちょっと、お雑ではあったか。え？ジャイ多いね。マジでジャイ多いな。はい。形組んで。ヤナアメザップ、いいな。なんかさ、ヤナアメザップだと、それこそ、まあ、いないけど、その、三重士とか、まあ、ライドラとか、まあ、ファルチとかね。なんかそういうのもきついみたいになりそうだけど、結局、進化ザップになれちゃうからね。進化ザッププラスヤナアメとかで、ゴリ押しも、形組まれてても、なんか守れちゃうみたいな。進化ザップのね、防衛の強さがあるからこその、こういうデッキが生まれるんだろうね。プレデター。お。拾って。拾えない。うっ。さあ、ドリル来ましたね。まあ、ドリルにはもう、血剤して、フェニックスつけりゃいい。ポイデリじゃなきゃ、基本なんとかなる。が、まあ、ここは、相手がまた来るんだね。おぉ。いや、美味しいな、それ。一発？一発だけね。まあ、発射前ボンバー、これ。ワンチャン無視でもいいな、来たら。ああ、来ないか。さあ、ジャイ・フェニックスからの、まあ、ミニペイかどうかなんですけど。いらねえな。これディガー削り。ああ、トルネね。トルネもしっかりあるんだな。え、これでも、ちょっといいザップ。ああ、良すぎるナイト来た。止めといた方がいいか。トルネードよね、問題は。まあ、関係なく、ジャイ・フェニックス行くか。相手、縦の戦士だったな。しかも。縦の戦士か。ヤナアメで飛ばないもんな。まあ、やることは同じか。え？ファルチやん。まさかの？絶対抜く。ヤナアメだけでいけたな。いやー、あの子やだね。まあ、ディガー削りよな。さあ、ディガーでちまちま削って、え、ファルチぶっ倒しとるよ。そんなことある？ゆっくりね。いや、ファルチ進化ザップディガーでぶっ倒せんだ。いやー、突破できんのかこれ。ワンチャン？あのファルチでも突破できないんだよな、普通は。
そう、普通はね、こうファルチが残るか、こういうのも冷静に次の攻めにつなげる。取れにきそう。やべ、ベニセンコ痛すぎる。いや、それ美味しいの。やべ、え、いや、でかいでかい。え、なんて優秀な子なんだこの子は。好き。よいしょ。いや、ダメで。強すぎる。あぶね、こっからでも巻くそうな。嫌すぎる。でも相手、いや、ボンバ、うわい、ボンバボンバ最強、えぐ、マジで強いぞボンバ。ファルチェに勝てんなら何にでも勝てんな。やばい、ね、どう考えてもファルチェきついもん。コカッちゃん、コカッちゃん、ハシマエプリン、やだな、めっちゃ来そう。うい、ナイトコカツね。まあフェニックスやない、リトプリでもいいか。いっちゃん、いや、これだけで強いよ。え、それ延命できるんだ、それやばいね。いやでもめっちゃ強くね、これ。なんか、え、相手の防衛うまっ。いやー、いや、打ってもよかったけど、打ってもよかったけど、めちゃんこ相性そうな試合来た。いやー、やだねそういうの。まあちょっと耐えるが、だいぶ耐えた方だな。ふう、まあだいぶ耐えた方か。やば、3コスバレルきそう。ザップで頑張れるか。え、痛い痛い。コストがない時のゴーリンバレル嫌すぎるが、マジハシマイプリン来るよ。はい、こんにちは。あー、来てよ、今のは来てよ。まあ、単品バレル無視できます。いや、これが強いよな。さあ、ロケット打ちたい、打ちたいんじゃねっていう。あ、ボンバー、あー強っ。でもテスラ残ってんな。やべ、微妙すぎる、ザップしてる。え、なんか、え、今すごかった、今バグってなかった。いや、でも今の1回でダメージ追いつける、無視できる、これやばいな、便利すぎる。無視、まあマジで嫌なのはしまいプリンスね。
ス拾ってくんで偉いな。これタゲ変えて、うまいな。間に合わない。うう。はしまい、プリン。おや。オーブね、これディガーがカツ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 知らないでロキャル。カツカツ無視できる、これ無視できるのやばいな普通によいしょ。さあ進化ザップもヤナメも強かったりね。よーうまいな、ここつ神相性ですバレル無視できます、やばすぎる。さあというわけでジャイディガーです。はい、ミニペもねジャイに対して強いです。そしてダガーがね、はい、強すぎます。バレル無視、ホグもね、守りやすいというところで、ジャイ環境ね皆さんもぜひ触ってみてください。ではお疲れ様でした。